アズムマイナス800には、ベラルーシの輸送用機器メーカーであるベルコムンマッシュが展開する路面電車車用。車内の一部が低床構造となっている超低床電車である。ベルコムンマッシュは2008年以降、車内の80%が低床構造となっている3車体連接車のアズムマイナス843を展開している。 だが都心部の大量輸送を前提とした設計であるため、顧客によっては定員数の多さや生産コストの高さが課題となっていた。そこで、アズムマイナス843をもとに安価な車両が求められる中小都市向けの車両として設計されたのがアズムマイナス802である。一両による運転を前提としたボギー車で、ループ線が存在する路線に合わせて、運転台は、 片側のみに設置され、上高扉も右側面に3カ所存在する。ベルコムマッシュが展開していた従来型のボギー車の運用実績をもとに構えからだや、台車の合成や強度が見直され、故障頻度の大幅な減少が図られているほか、重量も抑えられている。また、複合材料によって構成された外反は、事故や火災によって損傷した際には、容易に交換可能な構造となっている。 車内は中央部分が床上高さ 360mm の低床構造になっており、この部分には車椅子利用客向けのフリースペースが存在している。動力台車が存在する両端は2段のステップを介する高床構造となっているが、従来の車両から 720mm に床上高さが抑えられている。全体の低床率は37%である。 動力台車には出力 50kW の誘導電動機が2機ずつ設置されイグ部と素子を用いた VVVF インバータ制御方式の制御装置によって速度の制御が行われる。これらを含めた電気機器は双方向ネットワークシステム CAN による自動診断が実施される。また顧客からの要望に基づいて監視カメラや空調装置、GPS などの機器も 搭載可能である。2014年に最初の車両が完成し、試験を経て2020年現在以下の都市に導入が行われている。ありがとうございます。